待たせたな。数字キャプテンが10月10日のダウンタウン DX に出演します。認めるに行ったこのちゃん、会場に入るときにボケたくなり、金村さん入るの認めてくれますか？とだる絡みを3回くらいしたそうです。笑い。お日様たちは3回はだるくて草、認めてもらえますかはだるすぎる WW、 こういうの好きなどの声が、するとリスナーからお便りで、あなたが金村さんにやったことは、松田さんの写真集が発売した時に金村さんからちょっと振り向いてもらっていいですかと言われるのと同じことですね。めちゃくちゃだるいですよね、反省してくださいときた。それに対してこのちゃんは、わかってるよ、喉から出る数秒前にはだるいなって思った、でも止められなかった、金村なら受け止めてくれると思った、ひょはんって言ってきてるんだよ、いいじゃん、ひょはんと認めてくれますか。ワニありイコールお互いだるいことしてるんですよと話してました。笑い。そしてこのちゃん振り向いてで一つエピソードを思い出す。川田さんが振り向いてってちょっと偉そうじゃないと写真集のタイトルに対して言ってきたそうです。笑い。10月4日25時からベイ FM でリオタムのラジオが始まります。9月30日の昼なんですに平方とハルハルの出演が決定。